日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷地域中小中小は岡山県倉敷市倉敷地域にある広域地区及びその地区内の大技である。また、当地にある中小駅を中心とした駅前市街地の通称としても使用される。広義の中小は旧筑母郡中、小村の区域であり、倉敷市立中小小学校の学区である。中小 中小団地、黒崎、と場、特報からなる。倉敷旧市街より東に位置する当地域は、帯江丘陵と呼ばれる3階の北西6とその北側の平地からなる。かつて小高い丘陵地の周りに、田園地帯が広がる農村であったが、戦後の高度成長期になると、岡山と倉敷の間に位置し、交通支弁なことから、住宅の建設が活発に行われベッドタウンとして、 発展してきた。明治22年に、宮古堺郡中小黒崎、とは、特報の四家村が合併し、中小村を新設し、役場を中小に設置した。昭和26年に、旧倉敷市へ、編入合併し、同市中小地区となった。元は、平野部は、豊かな水田地帯で、イグサの生産地帯であった。昭和期までは、 畳表や花園などのイグサ工品も多く作られていた。給料地では梨などの果樹栽培も盛んであった。また、酒造などもかつては行われていた。かつて給料部には帯江鉱山が存在し、栄えた。近隣地に大学が進出し、また周囲に大型幹線道路が複数造成されたことから、宅地造成が盛んに行われ、人口が 大幅に増加、郊外型の店舗などが多数進出している。旧怯江鉱山一帯は、現在は、倉敷自動車学校や岡山ゴルフクラブ、オビ江コースなどとして利用されている。また、瀬戸大橋と山陽自動車道の開通により、倉敷ジャンクションが中小地区に隣接する戦か、三田に作られ、倉敷インターチェンジと林間インターチェンジまで近距離という地の売りから、近辺には、 工場や岡山県総合流通センター等の物流施設の開設が相次ぐなど、交通の要衝にもなっている。古代周辺は、キビの穴海と呼ばれる海であり、この地区は当初になっており、同じ当初部であった林間町や瀬尾地域などともに、備中国東郡名塚湾号に属していた。また大技鳥場は、鳥場島、大技中将内の商事、中島は、 中島という小島であった。中世には、松園、万寿省の一部となった。同松園の東部を東の、東野省西部を西野省と呼び、この地区はその中間に当たるため中章と呼ばれるようになった。戦国時代に、うっきたひが干拓を開始して以降、江戸時代にかけて、神殿干拓が行われ、陸続きとなった。天平時代からすでに中章一帯は、 道の産地となっており、東大寺の大仏中像に、備中国霧域国として献上している記録がある。江戸時代、現在の大あ中将は、当時、中島村、中田村、別府村、道村枝村の吉田村、辻村、道村枝村の大寺村に分かれていた。他に、鳥羽、特宝、黒崎は、鳥羽村、特宝村、黒崎村と呼ばれていた。 中島村は旗本である戸川市の戸川智之所、戸場村、徳宝村は倉敷支配所、黒崎村は岡山藩の領地であった。明治維新後、1871年に中島村、中田村、別府村、吉田村,村、辻村、大寺村を合併し、中小村として新設。同年、中小村田前日の諸村はすべて、戦下藩に移管される。 その後、小田県を経て、岡山県の管轄となる。明治時代に中小、黒崎一帯は、坂本金谷により開発された帯江鉱山によって繁栄し、大自治区を中心に賑にわいを見せた時代があった。大正8年に一旦閉山後、太平洋戦争中に一時再開されたが、昭和24年に完全に閉山した。昭和の高度成長期に周辺に、 多くの住宅団地が建てられベッドタウンに姿を変えていった。現在、銅山の跡はゴルフ場や自動車学校になっているが、農協の裏山には行道の跡がわずかに残っている。戦下藩時代には銅藩の農兵訓練所が設置されている。その後、軍事演習所に形を変え、大砲が並ぶなどした時期があった。また、明治と昭和の二度にわたり、 陸軍の特別大演習が行われ、小規模演習はたびたび行われていた。昭和20年には中小小学校に弊社が置かれ、中小一帯は演習基地と化した。昭和30年代に入ると高度経済成長期に突入、中小地区内に昭和36年に岡山県営団地、翌年に市営団地が造成される。昭和十九年に 新たな大技として、中小団地が新設された。また、水島の川崎製鉄水島製鉄所の社宅もできるなど人口が激増した。平成に入り、中小団地は、クリエイティブタウン岡山の主導による、景観に配慮したおしゃれで個性的な街づくりをコンセプトにした、新たな街づくりに取り組んでいる。老朽化した公営団地の一部が斬新なデザインに、 建て替えられるなどした。また、近年中小西部、中小団地周辺では、大型幹線道路が南北に整備されており、交通量が増加。隣接の福島地区などとともに、住宅地やロードサイド店舗が増加している。林間丘陵北西端にあり、中小地域の中枢地区。元は、宮古境郡別府村、中田村、吉田村、辻村、中島村、 大寺村の六村に分かれていた。吉田村は、江戸時代は、別府村の枝村、大寺村は、同様に、辻村の枝村であったが、明治になり独立村となった。江戸時代、寛永年間から、別府村、中田村、辻村、辻村、辻村枝村大寺村、別府村枝村吉田村は、岡山藩領となり、中島村は、林間事業所戸川氏の分家である戸川張間の最地と、 なった。同僚は、この一村のみであった。明治3年に、岡山藩領の村は、戦坂藩に移管される。そして、明治8年に、これらの諸村を合わせて、中小村となった。その後、周辺村と合併して新しい中小村を経て、倉敷市となった。中小一帯の市街化の進行していく、比較的早い時期に建設された岡山県営及び、 倉敷市への隣接する公営団地である。規模が大きいため、中小より分離し、中小団地として独立した、新大寺となった。林間三海の西端に位置し、中小地域の西端にあたる。三海周囲が海域であった、時代、当地は出先であった場所で、海譜の集落があったと言われる。古事記の仁徳天皇記に見える黒姫の出生地との伝承がある。 地名はそれに由来。また、当地の南部にあたる片山地区は、中世における東高の一派である片山丹野の拠点と言われる。江戸時代、寛永年間から岡山藩領となる。明治3年に岡山藩から戦坂藩に移管。幕末における国高は385国ごと4勝であった。現在、西部を南北に大型幹線道路が造成されており、店舗や、 宅地の造成が盛んである。林島丘陵の中北六、中小地域の中部に位置し、JR 中小駅が当地北端部に所在する。古代においては、林島丘陵の周囲は海域であり、林島丘陵は、鳥羽島という島であった。大城海若州に、永昇元年11月15日、月方、備中国長八島、遊牧馬丘ユーカリクサ人、藤原家京 牧駒の鳥羽の島の夏草は名付けて後の三幕草に、彼という一種があり、この家中の鳥羽の島は、鳥羽島、つまり現在の当地のある丘陵であると言われる。当地の地名も、これに由来する。江戸時代は一貫して、江戸幕府直轄領であった。最終国高は575国4と7章。早島山階の中北陸にあり、JR 山陽本線南側にあたる地区。 山寄りに古くからの集落がある、農業地である。地名の起源は不明である。江戸時代初めは、庭瀬半領であったが、後に、伊勢亀山半領に移り、さらに、徳川幕府寮倉敷支配所の管轄となるなど、複雑な支配遍歴をたどる。最終国高は589国2と3省だった。地区西部は中小駅が近く、近接地区に大学があることから、宅地化。 商店の進出がなされた。中小駅より北を望む、旧中、小村の東北端にある、中小駅周辺及び、旧国道2号線沿線等の大型幹線道路を、中心の比較的新しい市街地である。中小駅を中心に、商業地区が近隣地区をまたいで形成されている。このエリアは、多くの教育機関と大学病院が立地する、 県内有数の学園地区で学校関係者を対象とした店舗に賃貸マンションやアパート等が多く見受けられる。駅周辺には駅前立地型の専門店、旧国道を中心とした幹線道路沿いには郊外型の隠し店舗が密集し、ボーリング場を初めて軽な娯楽施設もある。これらによって駅前型と郊外型の両面を兼ね備えたコンパクトで利便性が高く、 若者が多い活気のある町を形成している。なお、この町はおおむね以下の地区にまたがって形成されている。小地区及び菅尾地区の遠隔等については各ページを参照のこと。平成24年9月末現在。一部に便宜上、小、菅尾地区のものを記載している、川崎医科大学と付属病院中小村に関するカテゴリー。ありがとうございます。